というわけで、その、まあ、映像作品がすごい家族とか周りにも受けが良かったということで、この活動を10本撮ったと。はい、10本撮りました。楽しかった楽しかった。やっぱ違うもんですか、なんかこう育児家事だけで結構生活もパツパツじゃないですか、うん、でお仕事とかもね、これさらにされてる人だとなんかもう手が回んないみたいな状態になったりもするけど、どうなんですか、やっぱそういうダンスがあることによって、うん、やっぱそんだけ続いたってことはなんかいい部分があったんですか、うん、やっぱり自分が自分としていられる、自分がやりたいことをやる時間、よく結局まあ、育児があって、私ちょっとパートだけど仕事もしてて、それはまあ誰かに求められる自分にならなきゃいけないじゃないですか、仕事なんで特にするんだけ なるほど、育児は別に何かね仮面をかぶるとかそれにないけど、でもやっぱり子供が主体っていうか、まあ、私的にはそういう感覚があって、でそ受け身な感じがあるけど、まあ、やっぱり自分が自分としてうんいる場とか、あとやっぱり自分が抱えている日常的な気持ちをぶつける場だとか表現する場になるので、結構私作品に意味を込める系のタイプなので、だってね、うん、正直高校大学はそこにボンって捧げてきた、ねうん、人なわけですもんね、うん、そうですね、そうからなんかね、結局社会人になって仕事一生懸命になったらダンスしなくてもあの満たされるかなって思ってたんだけど、満たされなかった、結局ずっとやってたんですよ。だからママになってもやっぱりそれがないとダメだなっていうのはずっと続いてて、そういうもんになっちゃってる、ないと無理。でもすごい分かります、うん、私は一回子供生まれた時にやっぱゼロにしたんですよ、ダンスを、ゼロにしちゃったんですよね。なんかもう、もうこれでもうすごい存在感、赤ちゃん、うんうん、すごいすごい存在感、もうこれに全て人生捧げるっていうような気持ちになるんですよ、うん、あれはなんかホルモンのせいなのか何なのかよく分かんないけど、うんうんうん、性格のせいなのか分かんないですけど、まあ、一本集中で生きてきたタイプなので、うん、ダンス一本の時はダンス一本って人だったので、子供産んだ時はもう子供って、うん、ってなった時にやっぱちょっと精神的に鬱とかそういう判断は受けなかったんですけど、やっぱちょっとおかしかったんですよね、うん、旦那もちょっとなんか比べてきたらお前みたいなって言われ、旦那に言われたぐらいちょっとやっぱおかしかったみたいで、やっぱこうなんか極端にゼロにするとなんかやっぱダメな人なんだなっていうのもそこで気づいて、やっぱ私も4歳から戻ってきてる人なんで、だからこう比率的に割合的にそのね学生の時みたいにドカンってダンスはできないかもしれないけど、じゃあなんかこの時期子供がちょっと手離れる時期は自分のダンスをもうちょっとこう何パーセントか入れていってもいいなとか、まあ逆に子供がね習い事忙しい時はちょっと子供のサポートに専念するけどとか、比率をそのゼロにしなくても比率を変えていけばライフバランスによって、そうすると私もすごい楽しくなってきちゃって、ああ素晴らしい、安定してきたんですよね。だから育児してても子供に当たる確率も減るし、怒ってるけどね、毎日怒ってるけど、そう本当にそうなんかやっぱねダンスできないとやっぱ子供にそのイライラがバーンってぶつかっちゃうことも情けないんですけど、いやって、はい私もです、はい、これ多分ダンサーじゃなくてもね、ママたちすごい共感できる部分なのかもしれないけど、やっぱ自分の好きとか自分らしさをゼロにすると結局家族の空気がすごい悪くなる、そうです、そうなのみたいな、それはね人によってバランスは多分違うと思うんですけど、そうです、子供の時間をたくさん設けてる方が私は落ち着くわっていう人もいると思うんですけど、これがね私たちみたいにダンスとか好きなことにちょっと時間を当てるだけで楽しくなる普段の生活がっていうところは、もっとバランス取ってやるっていうのは私も正解かなと思うんですよね。めっちゃ思います、はいはいはい、そう多分それゆえの、あちょっとだんだん入っていっちゃうけど、私ちょっと待って、泣かないでね、私泣くから泣かされて、泣かないでね、あのそうそうそう、ママが元気になると社会は元気になると私は思っていて、おお、なんだこれは NHK みたいな、そうそう、本当にそうだと思うんです。やっぱ家庭内で雰囲気一番作ってるのってお母さんだと思う、でよくねお母さん太陽って言ったりしますけど、いやそうそう、でやっぱお母さん機嫌悪いと多分めっちゃ空気子供もやっぱねどんよりするし、子供のね子供自身のやっぱり成長に関わるじゃない、どういう人に育つかっていうのはやっぱりママ自身の気持ちとか
状況によってすごく左右すると思うから、やっぱりまあお母さんが機嫌よくいる方がいいよっていうのはいろんなところでね言われることだと思うんだけど、未来を担う子供たちを育てるのはママなわけで、でママが元気だとまあまあこうね子供たちも健やかに育つでしょう、まあそれはわかるじゃない。でママが機嫌がいいとパパもあなんかほっとするな、帰ってきたいなこの家って、ママ機嫌悪いとそうパパあちょっとちょっと今日残業ってことにしとこうかなみたいななるかもしれないじゃない。それでね、まあ、ほっこりしたこの家庭が保たれるっていうのはそれはそれだし、でママに自信があると、自信があるとっていうかなんだろうな、自信がなくなるとやっぱり外に出づらくなったりとか交流しづらくなっちゃったりするけど、なんかちょっと楽しいことか私は私でいいんだみたいな気持ちになると活発になるでしょ。すごい感じました。埼玉ママダンスクラブさんの方にはお邪魔させてもらったんですけど、うん、多分ねそういう人が集まるんだと思います、うん、私なんかダンサーさんってすごい、まあ、自分がちっちゃい時から踊ってるからやっぱダンサーさんって居心地がいいんですよ、うん、波長が合うという か、うん、なんかそういうね雰囲気が合う人って合うじゃないですか、うんうん、でやっぱりそのママダンスサークルの方お邪魔した時もやっぱりね子供が多少泣いてようが変なことしようがなんか許容できる皆さんね心をお持ちだし、でなんかママも楽しそうなことやってるけど子供に何かしてあげようって工作とかもなんかね、うんうん、やってくれてるママとかもいるじゃないですか、うんうん、でみんなで一緒になんか見てもらったりとかすごいいい空気でね活動の方もされてて、なんかそういう風に集まれる場をでもね旗振ってやってるわけですから、はい、うんね、そういうのを提供してるっていうのはすごいいいこうチームだなっていうのはそう思いましたけどね、うん、ありがとうございます。そうなんかやっぱ好きなことをやろうよとか言って、まあ、ママアンビリークに関してはガチで結構やりたいママたちでも、うん、その子供をじゃあ夫とか家族に親とかに預けてこれるママたちなんですけど、なるほど、そう、まあ、単独で来るから大体、うん、でもやっぱりそれに罪悪感を感じる、その手前ね、その手前のママが圧倒的に多い。そうなんですよね、ですよね。そんな預けてまで自分の好きなことなんてするなんてみたいな風なお母さんたちをやっぱり引きずり出したいそう、なんかそのやっぱその手前で挫折する、挫折じゃないけど、うん、みんなやっぱ遠慮しちゃうんですよね。そう、その、うん、結構ダンスをガチガチにやってきてとか性格も多分あるんでしょうけど、うん、がっつり預けて、私はそのやっぱり仕事現場に連れてきてもいいよって言ってくれる人たちもいるんですよ、うん、ただ連れてくるとこちらは集中でき、わかる、うん、できないから結果なんかその私は嫌だから、うん、自分のことに集中したいときはやっぱり預けるんですよ、うん、やっぱねギャランティーもあってしっかりお仕事としてやってるものとか特に、うん、ね、ちょっとごめんなさい預けますみたいな、うん、それがね経費で落ちる日が来い、うん、経費で落ちる日が来い、うん、で、まあ、預けてやったりするんだけど、やっぱそんなそこまで預けてまではちょっと行くのハードル高いわみたいな、そのさやかちゃんみたいにそのバシバシ踊ってないし、そういうダンス感じゃないからちょっとそこまで子連れでぐらいだったらいけるかもなっていう層がやっぱりこうサークルとかコミュニティになってくるんでしょうね。そうなんです、そうなんです。それがやっぱ使い分けてるのが、うん、あの埼玉ママダンスクラブになってくるんですか、うん、はい、なってきます。そうそう、やっぱりなんか預けるのにもハードルがあるし、あとは遠すぎると子連れでわざわざ行こうって思えないし、金額も高すぎるとやっぱりちょっとハードルがあるしとか、いろんなハードルをやっぱクリアする場所を作りたい。で、私が埼玉に住んでるので、まあ、埼玉でなんか一個作ろうと思って、そしたら賛同してくれるまるちゃんが、まるちゃん工作先生なんですけど、そのまるちゃん自身もダンサーだけど、うん、が乗っかってくれて、ちょっとまるちゃんの話になりますが、あ、うん、素敵な方でございました。素敵な方なんです。はい、埼玉後でお題ください、写真入れるんで。そうですね、埼玉ママダンスクラブを一緒にやっているまるちゃんっていう子がいて、でまるちゃん自身はやっぱりまさか子供を預けて好きなことをするなんてはできない、まずね。あ、そうなんだ。で、じゃあ子連れで行きました、行った時に子供が悲しい思いをするのは嫌だ、寂しい、めんどくさいみたいな、つまんなかった、付き合わされたみたいなのが絶対嫌だから、ちゃんと子供も行って楽しいそういう時間にしたいっていうふうに言われて、
っちゃけ無理じゃねって思ったんだけど私そんなのも無理じゃねって、正直子供いいじゃん、子供その辺で我慢して YouTube でも見てるから私はぶっちゃけそういう派だったので、はいはいはい、はい、思ってたんですよ、口悪いですけどなんだけどそうじゃなくて、ちゃんと子供たちも楽しい時間にして、お母さんも子供も行ってよかったねっていう、そういう活動にしたいっていうふうに言われた。まるちゃん無理だよって私は思ったんだけど、はいはいはい、でもいろいろまあちょっと試行錯誤を重ねて、でまるちゃんは工作、子供を喜ばせることすごく得意だから、そういうのを組み合わせていろいろやるようになって、そしたら本当に楽しい活動になったんです。おすごい、その才能ダンスクラブの誇りでして、その子連れダンスの団体はそれはそれで素晴らしくて、結構ね意外と調べたらあるんですよ、あるある、いっぱいある。ただやっぱ難しいんだよね、そのそうもう子供泣いてるけどまあやろうかっていう状態でもやっぱねなったりするんですよね。泣いちゃってるけど大丈夫かね。それはなんかこう雰囲気になれたら全然もう慣れるんですけど、うん、子供って泣くもんだし、うん、あの全然活動できるんですけど、やっぱりこう第三者がね違う感覚の人が見たら、えなんでこんな子供泣いてるの、うん、今ダンスしてて大丈夫かよって、そうそうそう、やっぱ言うね、うん、価値観とか思う方もいらっしゃるので、うん、そこの切り口をだからまるちゃんが入ることによって考えてくれる、うん、こうブレーンがもう一人生まれたっていうのは、それはありがたいですね。すごいことなんです、すごい価値だと思っていて、はいはいはい、うん、でやっぱりそれで子供からまた行きたいって言ってもらえるっていう、そうママが行きたいだけじゃなくて、あそこ楽しいから行くって子供さんたちが言ってくれる場に今なってるので、うん、それで、まあ、まるちゃんも毎月毎月違う工作とかを準備してくれてるから、そう、そうすごく理想的だなと思って、いいな、めっちゃハッピーな、まあ、大変なんだけど準備とかは、うん、でもすごく喜んでもらえるので、やっぱさっきも言ってしまったけど、人にこう大事にしてもらえるとかありがとうって言ってもらえるのは幸せなことじゃないですか、求められるのはね、うん、だから続けてきましたね。ああ、うん、なるほど、うん、ありがとうございます。実はここまでね、その活動をね、いろんな活動の話聞いてきたんですけれども、あの引っ越すんですよね。引っ越します今これ3月に収録してるんですけど、いつ引っ越すんですか？4月頭に来月なんですよ。来月引っ越すんですよ。動きまくるじゃん。だからそんなね、あの引っ越しでバタバタの時期に逆に出ていただいて、本当に本当にありがとうございます。ございません。次はどこに行くんでしたっけ？福岡です。福岡やって。福岡のママダンサーさん、なんか一緒に踊りたいぜみたいな。私もダンス好きなんですけど、福岡なんですけどっていう人いたらない、ぜひ連絡してください。割と天神の近くに。つまんで飲めるよ。あ、そうそうそう、飲み食いできるじゃん。いやいや、それもそうなんだけど、説明した概要欄にね、あの、はい、SNS とか貼ってるんで、はい、よかったら福岡の方はあの見に行ってみてくださいっていう感じで、これから福岡のお母さんたち、お母さんダンス仲間を作りたい。またコミュニティ作ろうとして、いやいや、じゃないと寂しくてダメなんですよね。本当にやっぱり、いやダンスしないはないし、ないし、一人でダンスするもないんないか、そうだよね。だからね、その福岡行っても多分楽しく自分の活動はね続けていくと思うんですけど、そうそう、っていうことはですよ、うん、この東京でやってきた、まあ、埼玉でやってきた活動とかは どうするんですか、はい、どうなっていくんですか。はい、まず埼玉ママダンスクラブに関しては、はい、まあ、まるちゃんとあともう一人みきちゃんっていう、もともと参加者で入ってくれてたんだけども、はい、あの参加者の時はねちょっとお休みだったんだけど、みきちゃん、そうみきちゃんが私の枠にハマってくれる。そうだからまるちゃんはどっちかっていうと工作担当なので、はい、でダンス担当にみきちゃんがガッと入ってくれる感じで、現れてくれたんだ。そうそうそう、やるよって言ってくれて、そう、ただまあ2人ともすごいがっつり働いてるママさんなので、あのちょっと活動頻度は落ちるかもしれないんだけど、無理しないで、そうそう、無理、もうそう、ママ無理しないで、しないで、頑張りすぎるから、そうそう、みんな真面目だから、楽しくやるのが一番だから、そうそう、なんでそのような形で続いていく予定です。で、もしかしたらたまに私も現れるかもしれない。そうだろうね。そうそうだと思う。そう、まあ、埼玉ママダンスはそんな感じで続いていくので、メンバー募集中です。ですね。そうで、あとママランビリークに関しては、はい、
続けたいんですよ。どうやってどうしてどうやってメンバーは、だからこれまで撮ったその10分ぐらいの動画のメンバーは、はい、もうこっちの関東の方ですよね。はい、そうです。はいはいはい、みんなどこで、これをグラファーの私が一人福岡に行くんだけれども、逆に映像なので割と何とでもなるのかなって思ってる部分もあって、そのリモートと、あと最近なんかそういうオンラインレッスンの円滑にするサービスもちょっとね出てきつつあるので、多分アプリ的なんですけど、ちょっとこれから私も説明してもらうからあれなんだけど、なんかねすごい講師の人と自分がこう、講師がうっすら見えてるところに自分を重ねて角度とか調整できるみたいな、そういうアプリが、多分アプリなのかな、あ、サービスがあって、それちょっと今度説明を。なんかね、大手とかはね、よくそういうオンラインレッスンをこう継続してやってるっていうところもありますけど、うんうん、そういうところもあるんだ。そう、サービス使いつつできたらいいなっていうか、やらないと多分ね、私ダメになっちゃう、ね、やりたいなになっちゃう、なんか掘ってたりやりたいなになっちゃう、なっちゃうから最高ですね。なんかそう年一とかね、そんな程度かもしれないけど、やれたらいいなっていう感じで、そうこっちの活動も細々と継続しつつ、まあ、ちょっと福岡行ったら時間かけて新しいコミュニティを作りつつ、楽しみですよ。見てますね。頑張ります。いいですよ。見てますね。はい、最初はね、生活環境があるので、うん、子どもたちのことに慣れてとか、いろいろ手続きに慣れてっていうのもあると思いますけど、うん、まあまあ日本ですもんね。そうそうそう。ね、たくましいよ多分。カオルさんならどこ行っても結構やってるよ。あ、まあそうね。カーンって言っても。した方が多分自分の人生楽しいかなと思うので、最初しんどいですけどね。そうそうよ、こうやってね、結構ニコニコしてるママ系が結構な苦労とハードルを乗り越えてるからね、実は経てるからね、みんな本当ですよ。もうバカみたいと思わないでね、ちゃんと苦労もしてるから。じゃあ宣伝ですけど、ママランビリークの動画を見ていただくと、はい、結構シリアスなテーマいっぱいやってるので、うん、私がいかにネクラな人間かなというのが、そうなんですよね。でもね、誰しも抱えるなんか気持ちの変化とかを題材にしてたりするので、まあ、いろいろありますよね。ぜひぜひ動画も見てみてください。ママアンビリークです。ママアンビリーク、はい、ママアンビリーク見てみてくださいということで、まあ、私がママダンサーなので結構ママダンサーさんがすごい出られるんですよねっていうのもあって、まあ、同じダンス好きの、まあ、仲間としてですね、後輩とか視聴者の皆さんにぜひメッセージを最後お願いいたします。ママになっても自分は自分で。難しいよね、まとめ。難しいんだよ。ごめんごめん。すごい難しい質問、最後に。好きなことは諦めなくていいです。お、できる方法はいろいろあるから、諦めずに、なんかやれる時にやれることをちょっとやってみたらいいんじゃないのってすごい思うし、逆にそうやって思ってる人いっぱいいるから、意外と周りにちょちょって言ったら、私もやりたかったとかだって、いろんな人と協力してやったらいいと思う。私の活動とか本当そうなんで、これからママになる人なんかは特に言いたい、ママになっても自分は自分だから、決して人は変わらないので、人は変わらない、本当変わらない。私も生まれ変わると思ったの、私は今日から生まれ変わるスポーンと思ったのに生まれ変わんなかったんですよ、私自身はそのままだったから。だから自分は自分で好きなことを続けて、続けていいし、誰もダメとか言ってないから、そうすることで家庭も明るく、社会も明るく、子供も健やかに育ち、いい子しかない。え、日本の社会にとって大事なこと言ってる気がするよ。そうそう、本当に、ね、今日は国際なんだっけ、女性デーだし、そうそうそう、3月8日国際女性デー、あ、3月8日なんですけど、好きなことをやって楽しくいきましょう。はい、ありがとうございます。本当はあれですよね、今月の21に、あ、はい、なんか本当はイベントがあったんですけど、多分ね、私の編集がね、間に合わないと思う。いいんです。4月に引っ越しなのに、そんなギリギリ、まあ、21までさ、入れる？イベント系を。イベントを打つんです。打つんかい。あ、打つ、自分で自分が打つんです。なんだ、自分が打つんです。何やるの？久しくクラブに行けてない大人のための、はい、お連れで来られるクラブ風イベント。わ、
楽しそう。というのをやります。キッズディスコとかね、なんかあの昔、俺もあさこさんが、あさこさんもイベント打つの好きなんですよ。彼女はすごい。あの人、旦那さんがね、元 DJ かなんだ。ああ、そうなんだ、ね。そう、キッズディスコっていうイベントを打って。で、そう子連れで、まあ、昼間ですよ、夜中じゃないよ、うん、あの昼間にこうそういうのをやってたりしたんですけど、うん、楽しそう。昼間にね、でなるべくフラットなところで、爆音すぎず、暗すぎず、フラットで怪我もせず、でベビーカーで来てもいいよ、で子供用のスペースもちょっとあるよ、でも主役は大人だよっていうイベントを打ちます。あ、なるほど。ちょっとだけお酒も飲めるよ。あ、いいね、いいね。そう、でも常識の範囲内だよ。そう、本当、本当ちょっとそういう空間をママに、まあ、ママだけじゃなくてね、パパとかそうじゃない、あの単純にクラブ行きたいけど行きづらいなっていう大人も普通にいるから、そういう人たちが来たらいいねっていう。そう、いろいろ本当にさ、ママ向けのとか子供向けのって考えてくれる人ってケアがさ、すごい考えてくれるじゃない、ね、参加者のこれって子供にとってどうなんだとか、うん、この階段のステップはベビーカー連れ持ってくる人にとってどうなんだとか、うん、いろんなケアを考えてイベントを作ってくれるから、うん、本当にね、親からしたらありがたいんですよね、うん、そこまで考えてくれるんだみたいな、うん、気にしすぎてるんちゃうかっていうぐらい多分、ね、考えてくれてると。それを、まあ、やるんですね、うん、21に。そうですね、うん、ママ向けイベントはやりたいなと思っていたんですけど、うん、そういうその発想のもとは、チョイワルナイトっていう、チョイワルナイトっていうね、福祉系のソーシャルワーカーズっていう福祉ダンス団体、はい、知ってる、はい、わかる。私ね、ちょっと次のゲストに紹介したいんだけど、あのママダンサーがいるからちょっとまた後で喋るわ。チョイワルナイトって結局車椅子の人、知的障害、はい、身体障害の人たちのダンサーたちを集めて、まあ、普通にショーケースやるんだけど、ちゃんと DJ タイムがあって、でその DJ タイムがすごく理想的だったの。この子連れで来てもいいような、それこそ普通のホールでちょっとなんかムービングライトはある、ちょっと赤なんか色付きのライトもあるけど、あんま暗すぎなくて、で車椅子の人も来るからフラットだし、はいはいはい、それであの子供連れの人もいるからちょっと行けばおむつ替えの台とかあるし、とか、すごい、そうで座れるところもあるし、環境にすごい箱をいろいろ配慮して、そうそう、それもまた、そうだから、それは結局福祉系のイベントだったんで、あの、はい、そういう身体障害、知的障害、あのある人に配慮した空間ではあるんだけど、はい、それはイコール、もうイコールだったの、子連れのお母さんにとってもとてもいい環境だなっていうのをすごい思って、で、あ、これちょっとママ版やりたいっていうふうに、ヒントがあったんですね。そうそうそう、で、やりますそういろんなところでそういうヒントをもらって、なんかそう、意外とこれ合うじゃん、合うじゃんっていうのをちょっと繰り返していっているような感じはありますね。なんかこれだけね、うん、ダンサーが増えると、ね、義務教育化もしてますし、うん、なんかいろんなとこにね、そういういろんなダンス団体が結構できてるというかね、ママだからってほっこりしなくていいし、ママだからってウェイウェイってやっていいしそうそう、なんかそういうなんかね、自由にやっぱりできる環境をどんどんちょっとずつ作っていけたらいいな。楽しそう、めっちゃ楽しそう、うん、思います。そんな感じのイベントです。動き倒します、はい、本当に私は結構ね、もうあのだらだらゲームとかしたい人なんで、なんかそんなこんな旗振れないもう乗っかったりはするけど、本当に楽しそうにね、やってらっしゃる、すごいパワフルだなと思います。ありがとうございます。それで、ね、終わりたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。カオルさん、喋りすぎましたいや足りないんだよ、もう本当喋りたいけどね。本日ゲストで出ていただいたのは西名カオルさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。